プロ騎士さん、ごきげんようですわ。
どの値をご指おい、あんたがあなた様のために勝利は優秀準備完了。殴り込みか。勝った銃鉄のいざ。いつでも勝利は勇者のもとに、つまり俺様だ。殴り込みか。俺様も連れてけよ。Thank you.
殴り込みか。俺様も連れてけよ。準備か。いつでも殴り込みか。俺様も連れてけよ。勝利は勇者のもとに。つまり俺様だ。私は総括はここで。さあ、実質私は悪総括総理隊準備完了。殴り込みか。俺様も連れてけよ。おい、あたしを見くびるな。何やら言う。勝利は言う。今度は殴り込み。いつでもしたまこいどん鉄道勝利は疲れた。何おい、あんたが総理とどのあたいをご指名かしら。
ブレイズウッドにようこそ、プロ騎士。いや、店長様と呼んだ方がいいかい？やっぱプロ騎士がいいかな。やっと来てくれたんだ、プロ騎士ちゃん。待ってたよ。本当はね、大事なことだからシーザーちゃんは自分でお迎えしたかったんだって。でも今はダイナーの物流ルートのことで走り回ってて、別に昨日の夜私特製のニトロフューエル覇者スペシャルを飲みすぎたとかじゃないから。今や新たな覇者が決まり、ブレイズウッドの生活も元に戻りつつあるけど、どうにも生き生きした活気ってやつが欠けててね。新たな覇者が郊外に来たからにはブレイズウッドも生まれ変わる必要があるだろう。とりあえず私たちの後ろにあるダイナーから始めようってわけさ。たまたまシーザーちゃんも宴会をするつもりだったの。ツールドインフェルノの打ち上げパーティーってやつ、新しい覇者だぞーって郊外に宣言して、カリュドーンのこの理念をみんなに伝えるんだって。でもなんて言ったっけ、王様自立すべし。うちの大将、都会の高級ホテルみたいなのは好きじゃないみたい。私たち誰もお料理できないのにね。私も火起こしならそこそこ得意なんだけどね。他のみんなは先代覇者からの引き継ぎでバタバタしてるし、ダイナーの管理までは手が回らないよ。それにこういう接客業もともと私たちの得意分野じゃなくて。それで私とシーザーが話し合ってひらめいたんだよ、プロ騎士がいるじゃないかってね。私たち以外でカリュドーンのこの宴会を仕切れる人がいるとしたら、それはプロ騎士ちゃんしかいないよ。ダイナーの店長、なんだか面白そうかも。飲食店の経営を正しい方に導くのは、地獄から英雄を生還させることよりよっぽど簡単さ。心配しないでプロ騎士ちゃん、何かあったらいつでもカーサが相談に乗ってくれるし、カリドーンの子がみんなでお手伝いに来るから。ひとまずチートピアの鍵をあんたに預けるよ。鍵？でもあのダイナーってまだまともなドアすらなかったような。それじゃあダイナー再建計画を紹介しよう。こちらへどうぞ店長様。
天気がいいね。チートピアの景気もこれくらい良くなってほしいもんだ。チートピアは今日から営業再開だよ。
今日は天気がいいね。チートピアの景気もこれくらい良くなってほしいもんだ。チートピアは営業中だよ。これなら明日も営業を続けられそうさ。
やべえぜプロキシー、チーズドインフェルノだ。チーズドインフェルノ？チーズに一体何があったの？チートピアっつってんのにチーズがねえなら、そりゃカリドーンの子にイノシシがいねえのと同じくらい大問題だ。わかんだろプロキシー。重要な貨物を運んでたコンボイがシンダーグローレイクがあるホローの近くで強盗に襲われた。連中コンテナを奪ってホローに逃げ込みやがったらしい。トライアンフがいなくなった後の郊外でもまだカリドーンの子にちょっかいを出すやつがいるんだね。ダイナーのコンボイには十分な護衛をつけなかったんだ。それがあの強盗どもにつけ入る隙を与えちまった。他の貨物は別にどうだっていいけど、俺様自ら新エリートで選んだ高級チーズと郊外で開拓した生鮮食品のルートは、チーズにしろダイナーにしろ連中が俺様の宴をとことん邪魔する気でいるのは分かった。こうなりゃこっちも容赦しねえ。もちろん火の湖の暑さで灰になっちまう前に取り返せるのが一番だ。そういうわけだからよプロキシー、さっさと出発するぜ。物流ルート上の脅威を片付けなきゃダイナーの経営だってうまくいかねえんだからな。ただじゃ済まねえって思い知らせてやろうぜ。カリドーンの子を舐めてかかるやつも、神聖覇者に喧嘩を売るやつもな。なぜならチーズこそ力だからだ。最後のはルーシーに教わったんだぜ。どの値をごしめるの？メイド長リナ、私をいつでも出撃。よっしゃ、銃が準か。いあた、いつでも殴り込みか。俺様も連れてけよ。勝利は勇者のもとに、つまり俺様だ。触りたい。どうな、こいつでぶん殴られてえのか。あんたがさ、おい、さ、出動準備完了。いつでも、そうか。私はあくまで技術屋だよ。
暇だわ。
ーケードゲームでお昼休み楽しい時間はあっという間や。またおいでやす。あんたんとこのちっこいのパーツを新しいのに変えてやるよ。さ、何かあったらいつでも頼りな。気を出ない午後ですね。カフェインが必要ですか？たまには一息ついて力を蓄えることも大切です。の豪勢なやつを作ってやるぞ。ラーメンを食べてずいぶん元気になったんじゃないか。
こいつで分触りたい。ダメ、私は悪魔実践があるのみ。さあ、ヒレ手入れしないと。もし足りなくて。you
これいる？これいい。
捨てていい？ダメ？Thank you.
部屋をコインでいっぱいにしたいわね。ずいぶん変わったデザインね。よくできてるけど、肝心のギアとして。
部屋をコインでいっぱいにしたいわね。さっさと使って。もし足りなくても、あたいが何とかしてあげるわ。
さっさと使って、重いから。
めんどいから全部あげる。どの値をご指名かしら。Thank you.
任務か。俺もつ何かつうーめんどこい私総理何かよ賢い選択ね。あなたがサンプルになってくれるの？あなた様どうなこいつでぶん殴られてえのか。まずはなこうなんなり鉄道勝利は勇者のもとに、つまり俺様だ。殴り込みか、俺様も連れてけよ。
どの値を、そう、私を、そうか、準備、あんた、殴り込みか、俺様も連れてけよ、触りたい、ダメ、さあ、まっ、疲れたの、じゃあトヤにかか、触りたい、どの値、待ちくたびれちゃった。どの値おい、まず来い、あなた様、こん勝利は勇者のもとに、つまり俺様だ、殴り込みか、俺様も連れてけよ、